ロマン・メニル・ロマン・メニルはフランスのル・プレシブシャール出身の陸上競技選手。専門は棒高跳び。自己ベストは2007年に日本の大阪市で開催された世界陸上で記録した5メートル86である。この時アメリカ合衆国のブラッド・ウォーカーも同じく5メートル86を飛んだものの、ウォーカーが1回目で飛んだのに対してメニルが達成したのは2回目だったため、 メニルは銀メダルに終わった。2008年8月22日、北京オリンピックに出場が決まっていたメニルは、中国のチベット自治区での虐殺行為を批判し、人権をアピールするために、緑のリボンを着用するように選手たちへと呼びかけた。競技では予選14人に終わり、決勝進出の13人の中に入れることができずに、予選落ちした。2009年3月30日、 彼が裸の姿で棒高跳びの棒を持ってパリ市内の観光スポットを走り回るビデオが YouTube 上に公開された。2007年の世界陸上後ついていたナイキが彼のスポンサーについていたものの不況で契約が前年に打ち切られていたため新しいスポンサーを探すために行ったという。同年8月にベルリンで行われた世界陸上では5メートル85を飛び、 スティーブン・フッカーに次ぐ2位となった。2011年8月に韓国テグで行われた2011年世界陸上競技選手権大会では予選は通過し者の,の決勝記録なしに終わっている。2012年のロンドン五輪では5メートル50の記録で10位に入っている。2013年7月に行われたダイヤモンドリーグパリ大会で現役を引退した。ありがとうございます。